今日のパルクデプランスはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。さあ注目の一戦です。果たしてここで優勝を果たせるでしょうか。パリ・サンジェルマンがマンチェスター・ユナイテッドを迎え撃ちます。圧倒的な強さを見せ、すでに昇格を確定させているチームですが、この試合を引き分け以上で終えればシーズン終了を待たずに優勝も手にします。選手たちもかなり気合が入っているようですね。ここでタイトル確定となるのか期待して見ていきましょう。これはナイスカット、窮地を出しました。ここでインターセプト、これはキーパーが反応します。パリ・サンジェルマンのスローインです。ベラッティがゴールに向かう。セフトしました。鮮やかなタックル。サンチョ、ブルーノ・フェルナンデスだ。ポグバ、クリスティアーノ・ロナウド、シュート、飛びついて止めました。キーパーの、ナイス、ショートコーナーを使った。フレッジ、バランに渡った。ルーク・ショー、フレッジ、マンチェスター・ユナイテッド、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。リードを奪いたい。クリスティアーノ・ロナウド、よく止めましたがボールはこぼれています。ポグバ、細かくパスをつないでいます。どこから攻めるでしょうか。チャンスです。ポグバ、決まった、ゴール。盤石の試合運びですね。これで優勝はほぼ確実なんじゃないでしょうか。こう見てもキーパーの位置取りに問題があることが分かります。読みが外れてしまったんでしょうか。メッシがボールを奪われました。サイドを変えます。さあユナイテッドが徐々に押し込んできました。ここは味方を使います。クリスティアーノ・ロナウド、チャンスです。ロナウド、おっとこれはいいぞ、ゴー。チームはここで失点してしまいました。集中が切れたところを狙われたのかもしれません。優勝は目の前ですが、これ以上の失点は避けた方がいいでしょう。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。ブルーノ・フェルナンデス、ブルーノ・フェルナンデスに渡った。マーカス・ラッシュフォード、ドリブルで運びます。先走りすぎましたね。攻撃はカットされ相手ボールになりました。
フレッジ、ブルーノ・フェルナンデス、このシュートはブロック。抜け出しました。あっと失点してしまいました。今日にもタイトル獲得かと思われた優勝争いから、これでチームは一歩後退ということになります。シナリオに狂いが生じましたね。しかしまだ試合数は残っていますし、何よりこの試合でもまだチャンスはあります。ここでおとなしく引き下がるわけにはいきません。キックオフとなります。ユナイテッドリードされた苦しい状態でゲーム再開です。ポール・ポグバ、マークが外れてます。クリスチアーノ・ロナウド、このボールはキーパーが弾き出します。しかしあのシュートを止めると、あ、来ましたね。ああ、相手にゴールを献上してしまいました。選手たちが制裁を書いているようです。ここは落ち着いてまずは1点返したいですね。少し優勝が遠のいたとはいえまだチャンスはあります。最後まで貪欲にゴールを狙っていけば希望が見えてくるかもしれません。ジェイドン・サンチョ、フレッジ、ポグバに渡った。見せてくれますね。絶好のチャンスを決めきれません。福西さん、今のが入っていれば1点差でしたね。はい、そうなっていれば追い上げていくモチベーションも上がったんでしょうね。とにかくこういうチャンスを無駄にしてはいけません。ホームチームのボール支配率が落ちています。これがサッカーの面白いところで、ポゼッションが高いから勝てるというわけではないんですよね。やはりしっかり守ることが勝利を呼び込むんです。マークを振り切ります。カウンターを狙います。上がっていけるか。相手のカウンターです。数的優位を作られてしまった。シュートはディフェンスが止めました。さあクロスか。ディフェンダーがうまく読んでいました。ブルーノ・フェルナンデス、ブルーノ・フェルナンデス、素晴らしいボールです。もう一押しというところでした。メッシ、ベラッティのパスミスでしょうか。ゴールの形が見えたか。ユナイテッド、クリスティアーノ・ロナウド、ここはゴールキーパーの好判断。アディショナルタイムが1分追加されました。判定はどうでしょうか。ボールに行っていなければ一発レッドです。退場です。主審がレッドカードを出しました。止めなければチャンスになっていましたからね。カード覚悟のプレーでした。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは3対1。ゲームはハーフタイムに移ります。
さあ後半キックオフ、パリ・サンジェルマンがリードして折り返しです。ディフェンスがうまく対応。ジェイドン・サンチョ、ここでなんとかボールに寄せてきました。ポール・ポグバ、クリスティアーノ・ロナウド、チャンスです。ロナウド、ゴールが決まりました。とりあえずはもう1点です。うまくフィニッシュまで持ち込んでいましたね。シュートを打った時点で勝負ありといったゴールシーンでした。ボールを渡してしまいました。ブルーノ・フェルナンデス、ラッシュ、ポグバ、ブルーノ・フェルナンデス、ポグバ、決まるか。なんというタックル、チームを救いました。ポール・ポグバ、タックルが成功しボールを奪取しました。キリアン・エンバペ、攻撃はここで止められます。ユナイテッドのチャンスになりそうです。クリスティアーノ・ロナウド、これは面白い。最高のタイミングでタックルに入りました。よく止めましたね。カウンターのチャンスです。このカウンターは不発、ボールをキープできません。ブルーノ・フェルナンデス、走り込む味方にポグバのスルーパス、決まった。値千金のゴールです。これが優勝を決定づける1点になるかもしれませんね。リプレイが出ます。なんといってもポグバのこのスルーパスですね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。ついに同点に追いつきました。もうどうなるか分かりません。ポグバ、入れば1点リード。まだ攻撃が続きそうです。打ってくるのか。決まった。ゴール、ゴール。選手が退場してどうなることかと思いましたが、ここで試合をリードしました。自陣のゴールに近い位置ですから、ボールを取られてしまえばこういう結果になるのは明らかですよね。もっと早めにパスを出すか、クリアすべきでした。リオネル・メッシ、ドリブルで崩します。キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。選手の交代です。同点に追いつく絶好のチャンスです。ここは観客席も大いに盛り上がります。ポグバ、
マーカス・ラッシュフォード、アレックス・テレス、フレッジ、アレックス・テレスに渡った。マーカス・ラッシュフォード、ラファエル・バナーニ、クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。視線が中にいった。さあ出すか。キリアン・エンバペ、ゴールは見えるか。入った。これでハットトリック達成。圧巻のプレーを見せています。リプレーです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。これで同点となりました。次のゴールはどちらのゴールとなるでしょうか。ルーズボールになっています。ラファエル・バナーニ、フレッジ、ブルーノ・フェルナンデス。マンチェスター・ユナイテッドにフリーキックが与えられました。レフェリーが注意を与えています。次に同じようなプレーをしたらカードが出るでしょう。ブルーノ・フェルナンデス、ボールはブルーノ・フェルナンデスへ。クリスチアーノ・ロナウド、決まった。ゴールゴール。チームは退場者を出しながらも試合終盤に貴重な勝ち越し点を挙げました。信じられません。一人少ないチームがついにリードを奪いました。人数の多いチームが逆にリズムを崩すことがありますからね。慌てずに落ち着いて戦わなければいけません。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね。これはちょっともうなさそうですね。試合時間も残りわずか。ショートパスを回してリードを守る作戦のようです。パスがまた成功。しっかりつなぎますね。テクニックとポジショニングがしっかりしているんだと思います。スコット・マクトミネイ、ボールはバランへ。フレッジ、ブルーノ・フェルナンデス、バランに渡った。スコット・マクトミネイ。マンチェスター・ユナイテッド、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。ブルーノ・フェルナンデス。さあスタジアムに響く応援がひときわ大きくなってきました。サポーターは興奮を隠しきれない様子です。もう優勝したも同然ですからね。彼らがリーグのトップチームだということに疑いを持つ人はいないでしょう。いつだって観客の期待に応えるプレーを見せてきました。ようやくその苦労が報われそうですね。残り時間はあとわずか。パリ・サンジェルマンは同点に追いつけるか。タックルで相手のチャンスを潰しました。スコット・マクトミネイ。試合終了です。マンチェスター・ユナイテッドが見事な試合運びで勝利を収めました。1点のリードをアドバンテージにして最後までしっかり守りきりましたね。こういう接戦をきちんと勝ち切ることが選手たちの自信につながります。次も期待していますよ。
さあ勝利チームの選手たちが表彰台に向かいます。選手たちからは余裕の表情すら伺えます。やはり志を高く目標を高く持っているということの表れでしょうか。ええ、このタイトルは目標の達成というより選手たちの表情からも分かるように目標達成の途中にある通過点その一つにしか過ぎないといったところでしょう。しかしタイトルはタイトルですから今後の自信になっていると思いますよ。今日の試合を見に来たサポーターの喜びもひとしおですね。もちろんですよ。見に来たくても見に来られなかった人もいるのですから。ああ、選手たちがスタンドに駆け寄ります。応援もしてくれたサポーターとシャーレの喜びを分かち合います。素晴らしい光景ですね。ええ、このシャーレを手にできたのもサポーターの声援あってのことですから、みんなが一丸となって勝ち取ったタイトルですね。そして最後にタイトル獲得の記念撮影です。選手の顔から喜びがあふれています。いやどの選手もテンションが上がってしまってじっとしていませんね。出来上がった写真が楽しみです。チャンスです。ポグバー